皆さん、我々の研究室へようこそ。我々の研究室では機能性金属薄膜の研究を行っています。機能性材料というのは材料自身の熱的、電気的、磁気的、光的などの物性を生かし特別な機能を発揮できる材料のことです。例えば金属材料の実性を利用するデジタルデータを記録する記録機能、角度や加速度などを感知するセンサー機能などが例として挙げられます。機能性材料の多くは薄膜の形態で使うことになっています。薄膜というのは厚さ数ナノメートルから100ナノメートル程度の材料のことです。この厚さの材料は厚塩などの普通の格好では作れないため、基礎から作るのは一般的です。典型的な方法はスパッタ法です。真空の中で材料の表面を加速したイオンで叩き、弾き出した原子が気体になり、基板の表面に再び凝集し薄膜になります。さらに我々は金属だけではなく、地下物や酸化物なども構造の一部分としてナノスケールの複合構造を作り、金属だけで出現しない物性を発現させることを行っています。これらの特異な物性は新しいデバイスへの応用も期待されています。新しい特異な物性が出現するのは良いことですが、これだけが目標ではありません。我々は学生と一緒に常になぜこうなるのかを問い続けています。現象や性能メカニズムを解析することは新しい学理の誕生や科学技術の発展につながると考えています。材料の物性はその材料の結晶構造、電子状態によって変化します。そこで X 線、電子線などを用いて薄膜の結晶構造、電子状態を解析し、物性との関連性を明らかにしています。ナノスケールの複合材料では界面の形成や界面での電子の相互作用が薄膜の応力状態、結合に大きく影響を与えます。したがって物性にも大きな変化が現れることになります。我々はこれまでの研究で得られた知見に基づいて、さらに新しい物性、新しい機能を持つ材料を研究開発しています。興味のある方はぜひ研究室を訪問してください。またホームページもご覧ください。